今日はですね、岸田内閣に何が足りないのかっていう、そういったあの質問があったんですけども、まあ、よくよく考えてみるとですね、うん、あの支持率が20%台になって大変なことになってるなんてね、報道も結構されてたりとかして、いろいろ揶揄されていたりとか、なんかサラリーマン的な首相だとかですね、いろいろ揶揄されてきておりますが、まあ私よくですね、議員会館とかですね、政府の人たちとか、官僚の人たちとか、最近まあ宇宙関係のあれもあって、よくお話をするんですが、 そうじて、政策の実行能力は実務的ではあるが、派閥政治みたいな、まあ、くも悪くもですね、あの、旧来型の自民党の派閥政治ではあるんですけれども、各派閥の人たちからですね、意見はちゃんと吸い上げて、特に若手の人たちがこうやったらいいんじゃないかとか、いうようなことに関しては、自分の頭で一応考えるんですけれども、理解を示して即実行に移したりとか、バランス調整型ではあるものの、ボトムアップ のまあ、意見みたいなものをどんどん、その政策に反映させていくっていうところはですね。ちゃんとやってるという深い印象を受けております。まあ、た、だね。どうも地味。 え、だし、メッセージが伝わりにくい部分はありますよね。まあ、これまでの安倍さんとか小泉純次郎さんとか、そういった自民党の政治家が持っていた、こう、派手さとか、ゴリゴリいくような感じは、まあ、ちょっと受けないかなと思ってます。まあ、そこはまず一点ですね。で、もう一つは、あの、スポークスマンが、まあ、不在であると。官房長官の人誰だっけみたいな。えー、松野さんうん。どんな人だっけみたいな感じで、単純に露出が少ないですよね。例えば、その、菅さんね、菅首相の時は、 なんであんな短命に終わったのかって一つの理由として、安倍晋三には菅官房長官がいたけれども、菅首相には菅官房長官がいないんだと。覚えてますか皆さん菅内閣の官房長官、加藤さんっていう人なんですけど、多分皆さん顔を知らないですよね。だから、やっぱり、その辺が地味地味っていうのは、失礼だとかって言うかもしれないけれども、やっぱその首相のね、スポークスマン、官房長官だと思うんですけど、 これが地味だとね、やっぱ、こう、懐刀というか、実際に政府を動かしていく一番の、その、補佐官というか、でありですね、首相の考え方をですね、分かりやすくメディアに伝えていく、そして国民に伝えていくっていう役割は官房長官にあると思いますので、その辺がちょっと地味だな。地味だし、全然そアピールできてないし、なんか喋ってるとかあんま見たことないですよね。だから、小泉純一郎内閣の時は、安倍晋三は官房長官でしたし、 そういったところが、やっぱり元号、言語例えば、言語ちょうどね、平成から令和に変わった時は、菅さんが官房長官でしたし、古くはですね、昭和から平成に変わった時は、小渕さんですね、その後、首相になるんですけども、やっぱり、その、いい官房長官っていうのは、首相になるチャンスってすごくありますよね。だから、その辺、まあ、内閣改造するんだったら、僕は、官房長官変えた方がいいんじゃないかなって思います。はい、なんか、もっと、もっと人気がある人というか、 もっとそのメッセージ性発信力があるような人に変えていかないと、やってる政策、いい政策が割と多いんですけども、なんか消費税、インボイスか。インボイスで、わーっていじめられたりとか、まあ、増税になるんじゃないかとかですね、いろいろ、えー、ごちゃごちゃ言われたわけですけれども、他にやったらいいこととかも全然アピールできてないんで、あんまりいいことやってないんじゃないかみたいな、もうこれ雰囲気なんで。で、国民って、やっぱり大半は受け身だし、 頭も別にそんなに良くないんで、わかるように説明をしないと、え読んだらわかるでしょうとか、ホームページに書いてあるでしょうとか、誰も読まないから基本的にわかりやすく、例えばだから、小泉純一郎さんだったら自民党ぶっ壊すとかってね、言ったりしてましたけれども、そういったこう、バカでもわかる、バカでもわかる説明が必要なんじゃないかなと思いました。ということで、今日は岸田内閣のね、足りないものについてご説明をしました。とろしょい。